ニューバランスのサイト。出発。銀閣寺の絶景ですよ。めっちゃいい人。はい、29やよ。やばい。レッツハブさん、楽しく行こうぜ。ありがとう。おかえり。はいわ。こけたやろ今。え？そこでこけたやろ。こけてるねんけどと思って。バラ色 TV。こんにちは。爽やかな。こんにちは。今海外の人は初めてのデートでするのかっていうインタビューを。タロサックやん。タロサック知ってんの？知ってる。見てました。結構しますね。今年なんですよ。靴下を買いました。どういう意味？じゃあ靴下買ったんですよ。サプライズやん。なんか初めてのニューバランスなんですよ、うん。でなんか靴下がナイキやったら変かなと。ニューバランスの靴下。サプライズやん。やこれなんかこのスニーカーの刺繍が入ってるやつと普通にこの NB ってどっちがいいですか。半々に分けたらいいじゃん。半々にしますか。うん、いいやん。ちょっとこれ僕まだ履いてないんですよ。いやそらそら一緒に履こうやん。そうそう。だからまだあのニューバランス当店の。ニューバランス当店。ちょっと筆一緒に下ろしてもらって。そうやな。どこで履く？あっち行く？ちょっととりあえず向こう行きましょう。はい。早速履きたい。履くんやとそこの方がいいんじゃない？そうだ。楽しみだな。楽しみだな。28マジで楽しみ。28で多分前はちょうどやって横が細かったから 28.5 にして。いや緊張しますね。かわいいね。はい、シャツもなんか作りたいな。そう、長袖。まあ1個の話それやけどな、冬アパレル言ってけへんなと思って。あ、まあ思い出したら昨日やけど俺、俺も今日の歴史なもんです。冬アパレル、お前がでも発信してくれへんやつ作ってないやんな。もうここ数年お前が言ってる方が作ってるから。1個絶対作りたい。いや、カズマさんがいる言うかどうかわからんから言わんとくかなって思ってる。いや言うやつ作んのは。じゃスラムダンクが映画なるやん。あもうスラムダンク用の曲取ったで。あの正解が終わるまで。そっちじゃない、そっちじゃない。バードじゃない。バードじゃない。で、メイドインイングランドスイス、1982。俺らの一個上。今日は土地で行きますか。スニーカーって言うの。スニーカーです。ニューバランスのサイト。ここ使われへん。ここ使われへん。ここ使われへん。なんかすっげえ柔らかい。すっげえ柔らかい。で軽い。これ去年のやつ。かわいい。やってめっちゃいい。めっちゃいいから。さあ、ニューバランスおじさん。あ、めっちゃ軽い。やっほマジ軽いわ。フッカルとはまさにこのこと。よし、フッカルおじさん行こうか。いざ順調に出発。出発。ま
スに揺られてます。バス立って飲むの初めてや。それは嵐山。なんか似てない。まあ似てるな。あのバス停やろ、バス停まで。そうそうそう。どうすか、ちょっと元気のうちに聞いとくわ、履き心地。正直、うん、めっちゃ軽い。正直めっちゃ軽いよね。めっちゃ軽い。バランスを履いて京都を歩こう。公平と遊んだらいつも歩かされる。これ結局どこ向かってんの。39歳の誕生日のあれで銀閣寺行くってどういうことなの。哲学の道を通る。なあ、映えてるわ。後ろ歩いてんのが可愛いギャルやったらいいのにな。コヘコヘ。まあコーヒー好きやな、コヘ。よいしょ。これ銀閣寺南禅寺、この前の向向けです。哲学の道で今この辺りです。あ、これ哲学の道ですか。はい、そうです、その前がね。ヤッピーって言ってるやん。振りが効きすぎてるから。ああ、これいいわ。これこの感じいいな。シャルデルな京都やわ。これこれめっちゃ京都やな。なあ。今のこの辺で行こうぜ。今のちょっと茶色ないか。あ、ほんまや。私、関西は向いてもかんなんですけど、そのかんがないです。え、なんで知りません。知らんのかよ。いける。次の人生、お互い頑張りましょう。幸せに。ここだけ絶対使う。お母さん的に一番おすすめは、一応森田や。あ、じゃあ森田や。やっぱこの縁を大事に。値段見合うと電話してるもん。あ、もしもし、あの予約したいんですけど、今日って夕方ぐらいって予約できたりしますかね。2人いないんですけど。あ、満席なんですね。わかりました、ありがとうございます。はい、お願いします。はーい。はい、一木村です。一木村です。あかんて、今日平日やろ。今日普通の木曜日。いや、木曜の夕方ぐらいで行きますかって言ったら、早い時間はもう埋まってますって言われて。もうちょっと遅くてもいいよ、最悪。いや、でも早く帰りたいね。いや、勝手に死なんといて。いやいや、勝手に死なんといて。若くないもん。じゃあ、一応生存確認前またしに行きますね。開けてます。はい、開けておいてください。生きといてくださいね。あなたの恋占ってみませんか。やろうか。じゃあやろうか。世界一当たる、うん。俺はいらんけど、お前やっといたらいいじゃん。お告げね。お告げ大事やから。神様からちょっとお告げもらおう。あ、でも500円しかないな。500円玉しかない。やめとこ、やめとけってことや。こんな商売に惑されんの。こんな商売に俺惑わされん。やっと着いた。やっと着いたね。ほんまに。もう疲れた。でも中めっちゃ歩くで。うせやん。おすげー。
何これ、これ銀閣寺、こんなちっちゃいの、もう終わりやんじゃん。お寺自体はまだなんかいきなり銀閣寺から始まんねや。銀閣寺ってその庭はある。はあ、二人で銀閣寺直しようや。せーの、銀閣寺直。銀閣寺ボケとんねん。もう聞いたことないから知らんけど。国宝や。国宝ですって皆さん。来月からね、もう十字架背負うんで、本当にしっかり背負ってねパパ、十字架を。美しき竹林やな。行きますか。まだもうちょい登るけどね。絶景ですよ。東さん。お前どこに住んでんのじゃ。これが普通なんやったらお前。タワマン？京都のタワマンに住んでる？滋賀の彦根ってとこですけど。で前でさ大阪帰ってきたんさ、カッシーとかマルとかさ、セーダコでなんかしたいんか。そうそうそう。あれからよ。そう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 。あれもう3年前よ。2年前じゃん。3年前よ。コロナの前。まあまあだからとりあえずそのマリエがまあ無事に普通に出産ってなって、でまあ立ち会いとかそんなの全部できひんから、その間だ5日間多分普通にってなっても5日間入院やから、まあその時にまるまるじゃなくてもまあ1泊2日3日2日3日帰るかもしれん。また戻ったらで帰るってなった時はちょっとバスケしよう。バスケと天保と天ぷらと、だから帰った2日間ぐらい、2日間とも夜ご飯頼むで。あんこっとごちゃごちゃのほんかしやがってクソボケが。コーヒー何杯飲んだらあかんとか決まってるんか。すいません、コーヒーって1日何杯までとかって決まってる。いや3杯ぐらいだと。え、3杯までやったら体にいい？残り4杯目なんですけど。ああ、もうやめた方がいい。え、コーヒー屋さんにそれ言われる。いいんですか？買わなくてもいいんですか？いや、もうやっぱり健康が一番。めっちゃいい人。いい人やから買っとこ。買っとく、俺買っとく。ありがとうございます。え、ちなみにおすすめはこれアホガールですか？これは本当です。一番おすすめはアホガール。そうです。じゃあアホガードください。いつも僕アイスコーヒー派なんですけど、なんかアホガード推しっぽいからアホガードしてます。はい。じゃあ僕キャラメルラテ。はい。ありがとうございます。アイスで。アイスで。はい。お前も飲むか。それが一番おもろかった。優しい。ありがとうございます。おもろいな。はい。ありがとうございます。ありがとう。優しいな。絶対めっちゃ待たしてるなあ。どう考えてもらどうも、いただきます。ありがとう。足元が軽いね。足元軽い、すぐ渡れてるんだから。すぐ渡れる。気持ちの問題やろ。ヤバメンタル。ヒロシ、ヒロシ行こうぜ。すごいな、なんかなんか京都って感じやな。ワンちゃん今まで一番京都っぽい。うまいな。こちらのニンニクチップと一緒に合わせられる。ニンニクチップと一緒に、はい、こちらの2つなんですけど、もともと味のついているものとなっておりますので、焼き上がりましたらそのままでお召し上がりください。はい、こちらの牛タン醤油、焼き上がりましたらつけだれの真ん中にあるレモンダレを、レモンダレ、はい、イエスもノーもないんだから。こちら3つの残りのお肉は焼き上がりましたら各自お好みのタレをつけてお召し上がりください。焼き方の説明こちらに載っておりますので、またわからないことございましたら
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。食べないの？食べないんですか？食べないともう全部食べてまうで。タンから入れていきます。了解。今焼肉で今から肉焼かなあかんからまた言うわ。とりあえず聞いとくわ。ここへんよ。オッケー。早い。これいい。うん。早く食べ、早く焼かな。おめでとうって言って。おめでとうございます。何歳になったんですか？29になります。やばい、肉だけに。これ1枚やん。あれ1枚なめっちゃ金箔ついてるけど。エリック、お願いします。どうしたらいいの？フィーリングや。ごちそうさまでした。今年もごちそうさまでした。最後お茶行きますか？行きましょう。よぼせよ。よぼせよ。ございます。ありがとうございます。今年の大目玉でございます。かけていいですか？いいですよ。いや、この時は来てしまいましたね。まあまあ、まずはそちらからです。いや、早い。かっこよ。重た。かっこよ。デレッデレッデレー。いろんな金の金だ。で、先のパチンをちゃんと止める。そうですか。いや、ほんまにどうされマジかっけ。10年ぶりに貴金属我々つけてますけど大丈夫ですか？40枚にして今値段が上がって急速高騰中の、はい、定価新品やったら今も20万弱です。やばいよ。なんかまあいやらしくないレベルやん。じゃあちょうどいいやん。そうで本当になんか泳いでた時にさちょっといい感じじゃない。ああ、そうやずっとつけてけータイプの。そう、ありがとうございます。いえいえ、今年もこれつけて一生ものシリーズ。でも貴金属ってマジ初めてよ。だから2回目よ。あ、そう、初期のジャスティン・デイビス事件。ジャスティン・デイビス事件から。ジャスティン・デイビス事件やばかったよ。 あれマジ手に入れて1週間ぐらいでなくした。お前はな。俺はなんか今でも持ってるから。10年ぶりのパー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 。めっちゃいい感じ。パーパーめっちゃいい感じ。パー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 
いやでもテンション上がるわ。ちょっとテンション上がる。なんでよ、だからさ、お前にも言ってたけどさ、なんか自分のさ価値がちょっと上がったよ。上がるから。だから20万つけてるって思ったらさ、ちょっと自分の価値上がってる。2800円増しはしてる。いやほんまにありがとうございました。いやおめでとうございました。あたした。よいしょ、お願いします。いや寒かったな。時間を過ごせたけど、ほんまに結局何時間、結局8時間くらいじゃないですか。トータル6時間もっと早く帰ると思ってたけどね。いや早く帰りたかったんですけどね、結局ボーイズトークは止まらないと言いますか。結局流せないところがほとんどでしたけどね。ほんまに流せない。今日の動画5分ぐらいで終わる。そうやな、そこ以外はあの、じゃあ撮れたかなかったってことじゃん。そうやね、あんまない。長き戦いが終わった。あとは冬のアッパレルがどうなるかですね。今期の冬アッパ、冬アッパですね。次回の撮影はおそらく11月の末に。そうやな、でも末じゃないやろうな、末前やな、多分中旬やわ。だからそれで言ったらほんまに今月中に決めて発注かけへんかったら間に合えへん。どうしようか、それはとりあえず早急に動かしましょう。お前急になんかもうプレゼント渡したしもう帰ろうみたいな、急にエンディングトークしたらダメなんですか。絶対女やろお前。おい時計見てるやんけ。ちょうど今ほらカロリーもほらやばいやんけ、こいつきっしょ。レッツハブファン、楽しく行こうぜ。だから行ってね。じゃあ今年もありがとうございました。お気をつけてお帰りください。また来月アパレル決めました、ね、連絡して行けるとこ帰り際にほんまに。お疲れでした。ずっともありがとう。おかえり。はい、こけたやろ今。え？そこでこけたやろ。こけてるねんけどと思って。こけたっていうか引っかかった。手洗いしてきた？した。うん、ありがとう。はい、した。美味しかった。なんか青のり臭いな。ん？ありがとう。青のりみたいな匂いしないけど。ディスってんのかも。違う違う。ほんまに。あ、危ない。青のりみたいな匂いする。なんで？もう青のりみたいな匂い。なんかさ、鍵あれやからさ、明日また2人ともが元気な時にさ、うん、取りに行って、ほんでついでに、うん、あのあそこで土とか、うん、土とか、うん、無理無理無理。え？無理無理無理。は？無理無理。明日は明日またお願いして。うん、いや、疲れした。疲れした。